はいどうもこんにちは、アスロプロ YouTuber のキツネです。今回は前回の続きのボーダーの調整の仕方の細かい部分の話になります。勉強の題を南国育ちでやっているので、ちょっとゲーム性がわからないとか、そもそも打ったことないって方は南国育ちの動画を過去に何本か上げているので、それを見てから前回の動画から見ないとちょっとわからないかもしれないです。で、ちょっと前回の話のおさらいをすれば、ボーダーを調整したものがこちらになります。どうやって調整をしてこうなったかは前回の動画を見てください。で、リセットされた台はこの通り狙えますし、有力感消灯ゲーム数をしっかり把握できている場合、90ゲーム消化で打てるんですけど、じゃあそれを見ていなかった場合、つまりデータランプで見た場合、何ゲームから打てるのかっていうボーダーを調整したいと思います。あと、こういう細かいモード移行率を見ていた時にひらめく、まだ紹介していない南国育ちの狙い目なども紹介しようかなと思います。では本題に入ります。はじめに言った通り、データランプ上何ゲームから打てるかっていう考察をしていくんですけど、モード B の場合、消灯する最大ゲーム数が199ゲームになるので、290ゲームから確実に打てることはわかると思いますけど、じゃあこれ以上ボーダーを下げれないのかっていう話になるんですけど、ほんと人それぞれの考え方で、230ゲームからとか打つ人いたり、250ゲームからいけるとかいう人もいます。これはほんと好みなんですけど、一応今からボーダー下げれる要因とそれについて考えないといけないことを説明します。これを聞いて皆さんがいくらボーダーを下げようと思うかってとこですね。もちろん期待値表が出ていない以上、正解なんてものはないんで、個人の判断になると思います。とりあえずボーダー下げれる要因は3つあります。まず1つ目に、いくらモード B やとしても絶対199ゲームで消えるわけじゃなくて、190ゲーム以下で消えてる可能性もあるし、そもそもモード A で100ゲーム以内に消えてる可能性もあるので、そうなった時に、例えばモード A で70ゲームで消化とかしていたとしたら、280ゲームからなら210ゲーム消化しているので、そういうお宝台を打ててる可能性があるっていうことなんですよ。まずこれが一番大きい一つ目のボーダーを下げれる要因ですね。次に2つ目、こんな280ゲームでやめる人っていうのは、南国のゲーム性を理解していない可能性があって、ワンチャンですけど200ゲーム以内に消灯していなくて、モード C の可能性があるっていうことです。この場合402ゲームまでに当たるし、飛びやすいんで、めちゃくちゃお宝台っていう感じですね。これが2つ目。次に、これも2つ目の理由と同じで、ここでやめる人を理解していない理論で、遅れや特殊リプレイの示唆が出ても気づかずやめてる可能性があるっていうやつですね。これ示唆を考慮しない期待値表がこちら。この期待値表に天国ショボレンフォローっていうのをつけたら、さらに期待値が上がると思うので、示唆見てない人が打ったってなったら、80ゲームから 105% あるかなって感じで計算ができます。ってことは、少なく見積もっても280ゲームからは安全圏ってことになりますよね。これが3つ目で、この3つの理由がボーダーを下げれる理由になります。確かにこれを聞けばだいぶ下げれそうな気はしますよね。特に1つ目の理由がそもそも大きくて、そんな毎回190ゲームとかで消えてるってことはないですから、まあなんか体感的には190ゲーム台で消えたら精神的ショックが大きいので、なんかそこら辺が多い気がしますけど、まあ、160ゲーム台とかでも全然あるんでね。モード B は137から200ゲームで消えるので、平均的に考えたら間を取って170ゲームほどなんで、まあ30ゲーム減らして260ゲーム、まあそこからモード A もあるって考えたら10ゲームほど減らして250ゲームで、2つ目3つ目の理由もあり得るって考えて、さらに10ゲーム減らして240ゲームから打てるんじゃないかみたいな、まあこんな感じでめっちゃポジティブに考えたら240ゲームからでもボーダーを立てることができるんですよね。ただ僕はあくまで個人的な意見なんですけど、逆に240ゲームで立てたらデメリットもあると思っていて、そもそもこの240ゲームから打てるというのはあまりにも楽観しすぎてて、まあ、確かに240ゲームでやめてる時点で南国をあまり知らない人で有利消灯を見ていなくて早めに切れている可能性はあるんですけど、3つ目の示唆を見ていないっていうのはちょっと考えにくいかなと思っていて、南国育ちっていうのは置きスローを打ってる時点でスロットの知識が全くないっていう人が手を出してる可能性が少ないんですよ。特に南国育ちっていう台の遅れっていう示唆は今まで歴代ずっとあった演出なので、遅れが出てやめるとかいう可能性は低いと思うのがまず一つあって、
有力艦ランプとかで言えば6号機を売ってない人やこの台の仕様の話なんで気づかない可能性はあるんですけど、リプレイフラッシュとかにしてなんかおかしいなってなって調べる可能性の方が高いってことなんですよね。なので示唆が出てやめる人は少ないかなって個人的には思ってます。でもう一つの理由が、僕の地域だけの話になるかもしれないですけど、まあ、ちょっと間違った知識を持ったカニ歩きのハイエナがいるんですよね。この台のカニ歩きっていうのはゼロ歩判別は置いといて、それ以外のリセット台でモード E や高モードスタートを見極めるために、まあ、リプレイを特定回引いて示唆が出なかったり、まあ、それまでに遅れが出なかったらやめみたいな打ち方があるんですけど、まあ、リセット台で言えば僕はしないですけど、まあ、それもあるかなとは思うんですけど、それを有利移行後もやってる人がいるんですよね。まあその打ち方が美味しいとか、その人が間違ってるっていう話ではなくて、そういう人がいるってことだけが大事なんですよ。まあ趣味打ちとかの人でも180ゲームとかで有利消えたけど、まあちょっとだけメダル残ってるからそれだけ回して示唆出なかったらやめようっていう打ち方する人がいるんで、全く知識がない人が打ってるっていう可能性の方が低いって僕は考えてますね。で二つ目の理由の消灯しなくてモード C の可能性があるっていうやつなんですけど、これも前はよくあったんですけど、さすがにもう402ゲームで当たることがほとんどなくなってきてるんですよね。なのでやっぱり打ち手のレベルがちょっと上がってきてて、250ゲームで落ちてても最低限の知識を持ってる可能性が高いかなと思います。なので自分は一つ目の有力感が190ゲーム以下で切れてることが多いってとこだけの判断で、まあボーダー 105% で攻めるなら、まあ、280ゲームからでいいかなと思ってるんですよね。まあそれはシビアに考えすぎじゃないって思うかもしれないですけど、まあ、ここをシビアに考えないといけない理由があるんですよね。この台の有力感消灯後100ゲームっていうのは魔のゾーンで、ここをいかに打たないかを徹しないといけないっていうことなんですよね。でその計算なんですけど、先に言っとけばこの考えは南国においては少し違うんですけど、まあ緩めに聞いてください。まずこの台の設定位置の機械割り 97.4 ですよね。で細かい話なんですけど、リセット恩恵がある台、特に1000円以上の期待値がある台ですね。まあ、この台で言えば1600円になるんですけど、この台の 97.4% っていうのは8000ゲームシミュレートした場合、期待値マイナス 12,480 円で、ここから朝のリセットの恩恵の1600円を引くと 14,080 円になるんですけど、これは機械割りにおいて約 97.1% になります。1600円だけで 0.3% 変わるっていうのは覚えておいた方がいいですね。なのでリセット恩恵がめっちゃ強い台は、朝から打てばリセットの部分を打てたらちゃんと、8000ゲーム回したら数字通り 97.4% になりますけど、そこを打っていない場合、まあ、この台で言えば 97.1% になります。つまりこの 97.1% っていうのが南国育ちのやめ時からやめ時まで打った時の機械割りなんですよね。他の台で言うたら0ゲームから打てば設定位置の機械割りになるのと一緒ですね。つまり有利区間開始0ゲームから打って有利消灯まで打つっていうシミュレートなら 97.1% になるんですよ。まあ、たださっき言った通りこの台はちょっと違うって言ってたんが、まあ、初歩連じゃなくて天国語にマイナスが詰まってるんで、初歩連じゃない天国語は1ゲームやめすることにすれば、まあ、そこの部分を大幅にプラスできるんで、まあ、そこを少し考えて非有利0ゲームから打てば機械割りいくつになるのかっていうのを考えないといけないですよね。自分は、まあ、98% ぐらいかなって思ってます。まあここもシビアに見てっていう感じなんですけど、まあこれが人それぞれで、まあ0から打てばそのまま 97% ぐらいって思う人もいれば、まあさっき言った通り天国語にマイナスが詰まってるんで、そこを回避さえすれば有利リセット後0ゲームから打っても 100% あるって考えの人もいます。まあ、あくまで僕は 98% ぐらいで考えて、で90ゲーム消化しただけで 105% になるって思ってるんですよ。っていうのも本当にこの有利開始100ゲーム以内はもう本当当たらなくて、もうほぼお金を捨ててるだけなので、もう実際こんなもんやと思います。ってことは90ゲームで 7% 機械割りが上がってるんですよ。逆に言えば10ゲームごとに 0.8% ぐらい機械割りが変わるってことなんですよ。だから90ゲームから 105%、まあ、80ゲームからで
104.2%、 70ゲームで 103.4% みたいな感じで、10ゲーム変わるだけで命取りなぐらい機械割りが変わると思ってるんですよね、この台は。なので他の台みたいに10ゲームぐらいいっかみたいな感じでボーダーを下げるっていうのは危ないっていう台やと思ってるんですよ。まあ、つまり280ゲームでも打てるんやったら260ゲームぐらいからでも打てるっていう考えて20ゲーム下げるっていうのはもうほんと危ないっていうのがわかりますかね。まあ、20ゲームで機械割り 1.6% 変わるってことなんですよ。それぐらいここの調整っていうのはシビアな話やと思います。でさらになんですけど、まあ、例えばモード A やって60ゲームで消灯してて今260ゲームとかで捨ててたら200ゲームも消化してて超お宝台やんって思うかもしれないんですけど、確かにこの200ゲーム消化が超お宝台っていうなら多少のリスクを取ってもいいかなと思うんですけど、はじめに言った通り示唆を見ない状態の200ゲームはお宝かもしれないですけど、有利ランプのことを知らない人でも南国育ちっていう台を売ってて遅れを知らないっていうことはないと思うんで、まあ、示唆は起きてないって考えた場合200ゲームまでぐらいの期待値ってそんな上がらないと思ってるんですよね。200ゲームも消化して示唆がないってことで高モードも可能性が下がるからですね。まあ、数字で言えば前の動画でも言いましたけど、まあ、示唆がない場合100ゲームからで 106%、 150ゲームで 107%、 200ゲームで 108% ぐらいやと思ってるんで、そこまで割が自分の中でもお宝台ではないと思ってるんですよ。まあ示唆を見てない人ならいいんですけど、自分はそこまで楽観に見てないんで、まあ、もちろん 108% あれば、まあ、十分美味しいのは美味しいんですけどね。まあ、そこを考慮しすぎて240ゲームとか230ゲームもいけるやろうって感じで行くのはおすすめはあんまりできないっていう感じですかね。けどこの動画は僕のボーダーを発表するんではなくて、ここの押し引きが人によって考え方が違うので、別に240ゲームから打てると思ってる人はおそらくこの部分を甘く見てるっていうことになります。この甘くっていうのは別に悪いってことじゃないですよ。でもなんせちゃんとこれぐらいなら機械割りがこれぐらいあってっていう計算は自分の中ではできておいた方がいいと思いますっていうことですね。でこういうことを考えてボーダーを立てていたら自分なりに狙い目を考えれることがあるって話なんですけど、それが言ってた新たな狙い目なんですけど、この台単発語と天国転落語でモード移行率が違ってこんな感じ。単発語はほぼモード B になるんですよ。で天国語で言えば若干ですけどモード A の可能性が高いんですよね。つまり天国語に280ゲームとかで落ちてたら、まあ、若干ですけど100ゲーム以内に消灯してる可能性が高いんですよ。でもっとこの台の仕様を知ってる人なら前回のあたりで残り有力感が切れかけている場合強制モード A に移行してる可能性が高いって考えて、そういう時だけ260ゲームで落ちてた時に100ゲーム以内に消灯されてる可能性が若干上がるんで、ちょっとだけボーダー下げて打つかみたいな考えができるってことなんですよ。まあ、逆に言えば問答無用で250ゲームから打つっていうのは基本的にモード A なんか 10% ぐらいで、まあ、ほとんどがモード B で170ゲームとか180ゲームぐらいで消灯してるんで、まあ、普通に危ないってことになるんですよ。まあ、これは前回天国終わりなら250ゲームから狙えるっていうわけじゃなくて、まあ、ちょっとボーダー下げる要因になるんじゃないかってことです。まずこんな考えが一つ目で、もう一つは、まあ、話は変わるんですけど、単発後の消灯後の200ゲーム以内でボーナス当たった場合は1ゲームやめできるって言ってたんですけど、これも例えば199ゲームでボーナスの場合モード C なんで絶対消灯まで打たないといけないし、まあ、例えば195ゲームなので消灯しないで196ゲームで当たった場合も、まあ、もちろんあと3ゲームあるんでそこで消える可能性もあるんですけど、その可能性は薄いんで次回消灯までフォローするみたいな、まあ、これ自分は192ゲームぐらいまででやってるんですけど、180ゲームぐらいでもフォローするっていう人もいますね。まあ、これも本当好みやと思います。まあ、こんな感じで僕の動画を参考するのもいいんですけど、やっぱりそこから新たな狙い目とかをひねり出したりするってことでライバルに差をつけれると思います。まあ、とりあえず話を戻しますと、まあ、何回も言ってますけど個人的にはデータ上は280ゲームで、今話した条件によっては270ゲームぐらいに抑えておいた方がいいかなっていう感じです。ちょっと前の動画でも言ったんですけど、こういう見込み機械割とか見込み期待値っていうのは分からない場合は辛めに立てるっていうのが鉄則になるので、そこはシビアに考えましょう。
以上がボーダーの調整の仕方と細かいとこを見とけば、まあ、なんか狙い方を考えれるっていう話でした。今回の話をまとめるとこちら。この南国育ちっていうのはあくまで勉強台なだけで、他の台も今期待値があやふやな台が多いので、そういう時は自分で見込み機会割を出して狙い目を調整しましょう。あと、わかると思うんですけど、この動画で言った僕の見込み機会割っていうのは本当個人的なものなので、ちゃんと解析者が情報を出したらそっちが正しいので、そっちを参考にしてください。多分自分も見込み機会割っていうのは他の機種で発表することはないかなと思います。まあ誤解を招くっていうのと、まあクオリティが低すぎるし、まあ余裕で間違いがあるからですね。ただこれからも狙い目みたいな機種別動画を上げると思うんですけど、まあ頭の中ではこんな感じで考えるんやと思ってみてください。 Twitter で動画の更新情報や動画で言い忘れがあった時の補足情報とか雑談とかつぶやいて、みんなでワイワイしてるので、よかったらフォローして気軽に絡んでください。この動画が参考になったな、いいなと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではでは、バイバイ。